日程共戦下強制動員被害、真相究明委員会とは、大韓民国国務総理直属の国家機関。韓国国会が2004年3月5日に制定した、日程共戦下強制動員被害真相究明等に関する特別法に基づいて設置されたもので、2010年3月22日に廃止された。この委員会は、大統領の任命する9人の委員で構成され、満州事変から太平洋戦争の間に強制動員によって被害を受けた韓国人の被害実態の真相究明及び被害者、遺族の認定などを行うことを目的としている。2005年2月より国民に対する被害申請の受付を開始し、現在までに政府の予測をはるかに超える22万件の被害申請が寄せられている。このため、発足以来今日までの委員会業務の大半が、被害申請の審査に充てられている。委員会設置の根拠となる特別法では、委員会の目的を次のように定めている。特別法第3条、第2項及び特別法施行令、第2条で、以下の事項を審議、議決すると定められている。日程共戦下強制動員被害真相調査に関する事項日程共戦下強制動員被害と関連する国内外資料の収集、分析及び真相調査報告書作成に関する事項以外発掘及び収集、報還に関する事項被害者及び遺族の審査、決定に関する事項真相究明及び被害判定不能決定に関する事項資料館及び追悼空間造成に関する事項。特別法で定められている家族関係登録簿の作成に関する事項職権調査に関する事項、被害真相等の公表及び報告に関する事項、真相調査報告書の報告及び公表に関する事項その他真相究明のために委員会が必要と認める事項在籍委員の過半数の賛成で議決される。委員会は、委員長1人、当然職員3人を含め9人以内の委員で構成される。任期は2年。委員会での議決事項の実行及び委任された事項の処理のため、特別市長、広域市長、同知事所属下に置かれた組織。市長、同知事が務める委員長を含め15人以内の委員で構成される。最初の真相究明開始決定の日から4年以内に、調査を完了しなければならない。ただし1回につき6ヶ月以内、2回の期間延長が認められている。事務局は、委員会活動終了後3ヶ月までである。被害申請の大半を占める、労務動員被害者については、2004年12月に、鹿児島県で開催された、日韓首脳会談の席上で、盧武鉉大統領より、小泉首相に対して、日本に残る。民間徴用犠牲者の遺骨問題についての実態調査と遺骨返還が求められた。この要請に基づき日韓政府間では断続的に遺骨問題協議が進められ、日本政府の調査によって現在までに国内の寺院などに相当数の該当する遺骨が保管されていることが確認されている。2008年1月にはこのうちの東京祐天寺に保管される。軍人軍属に関する遺骨101体について、政府から韓国人遺族に対して返還されることが決まっている。ありがとうございます。